フェンダー外していきます。フェンダー外すにはあれやな、ちょっと前に上げ、あ、そうそうそう、動画ドア全開に開けてとかいう、そういう説明の動画もまた別で撮ってるので、それを見てください。それと、うん、一緒にしてもらうとちょっと、ね、うん、バンパーヘッドもやんな、うんうん、を外さないとフェンダー外れないです。なのでその動画も全部で、フェンダー外すためにはうちの動画4点セットです、見てください、うん、で、うん、ほんでまあこのピンは、うん、これあのサイドステップの時外して、うん、であとこれ、うん、ついてるけど極力取った方がええねんけど、うん、まあこれぐらいまでは全部取った方がええ、うん、うん、でフェンダーライナーの、うん、その上に丸いのあるやん、わかる、それ模様なだけ、うんうん、これ、うん、これ模様やねフェイク。下ももう一切止まってないねんな、うん、下はうん、はず、まあ、外してるから、うんうん、もう砂噛んどったらこの、うん、割れちゃう、うん、挟んでもうてこの間にちょっと入れたったらポンと、うん、でもねやっぱり劣化して割れてしまうので、うん、準備しとくことをおすすめします。つけるときに割れるかもからパチンと入れたとき、うん、ほんでフェンダーライナーのピンは外せました、うんうん、外してでちょっとね邪魔にならないように避けてもらってカバー、うん、最近おなじみやなフェンダーのカバー。そうそうそう、ほんでこれまた別動画で、うん、あの上側もこの差し込みのやつさっき外してんねんけど、うん、まあ、これを外すときに入れへんようにしてもらわなあかんね。しぶとい、うん、しそしたらちょっと出てたやつ、うん、でここと、まあこの下のやつは別動画見てもって、うん、ピン何がもう一個、ここにもう一丁ネジがあるからな、そのボコってるところ、うん、これが外れるはずやねん、あーそのカバーか、うんうんうん、こういう感じで、うん、どこが引っかかってたん、いや上やろな、多分この結構長いから、うんうん、とりあえずまあフェンダーライナーのこの奥のこのカバーの奥に 10? うん、10ミリこれ、うん、これ、うんうん、これです、うんうん、こいつね、こいつをまずしてもらって、うん、で、ここでウインカー、ウインカー、うん、カプラーを抜くの、うん、カプラー抜いてもこのウインカーのカプラーを抜いてもええねん、しこれ、うんうん、うん、で、まあウインカーは外した時にも、うん、こっちにずらしてしてもうたらええねんけど、うん、こうやって外れます、うんうん、だからほんまはこの動く方にこっちにずらしてこっちの爪のが短いから外してもうたらええねんけど、逆にこっち押してちょっとだけ上げて抜いてもうても、まあ裏からやから割らずになんとかなると思う。でまあもうちょっと外してもうてカプラー外してもうて押さえて引っ張る、うん、で、ここ外さなあかんから、うん、ここはこのゴムの、うんうん、プラスドライバー、ほんまプラスか5ミリしか使ってない、はい、あ、シートベルトで14使ってる、うん、ならこんな感じで、うん、簡単で、ここ、うん、刺さってるだけやな、うん、そうそうそう、これですここにかぶってる、うん、だからまあうまいしやったら外さんでええかもわからへんけど、うん、まあ外しといたらいいと思います。で、次なんですが、よいしょ、こことここ、うん、もうあとはもう入れそう、うん、で、この横のところもここか、うんうんうん、続きは大丈夫、こういう感じで、まあドアに当てへんように、うんうん、してもったら、だからまあつけるときもドアに当てへんようにしてもって、うん、で、ネジ止めてもって、うん、上から止めたらフェンダーライナーもつけるときはウインカー先つけといた方が、うん、やりやすいと思います、うん、フェンダーこんな感じです。フェンダー外すのは、うん、あの他の動画もいろいろ見てもらわないとダメなんで、うん、見といてください。またチャンネル登録とこれお願いします。